なんか新感覚って感じで、やべ、投げちゃった、絶対ダメー。スーパーマリオメーカー2。チョン、チョン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 、チョン、チョンチョンチョン。どうも、ワクでございます。ということで、本日もマリオメーカーやっていきたいと思うんですが、明けまして、おめでとうございます。ということで、本日やっていくのは、ランキング1位、いろいろやってみよう。ということで、2024年一発目の動画、やっぱり縁起がいいものがいいので、いろんなランキングの1位のコースを遊びまくってみましょう。まあ、ランキング1位っていうのはね、まあもうすごいコースが詰まってると思うんで、そりゃあもういいコースがいっぱいやれるでしょう。ということで、早速、まず、人気ランキング普通にパッと開いて、なんか出てきた、一番の、これ、やっていきます。マリオクリスマスパークは、22日に撮ってるからクリスマスシーズンだ。マリオクリスマスパーカー。パーカー？パーカーってなんだ？パーカーってあのパーカー？フーディーのことか。おお、なんだろう。でもなんか、キノコ、ちゃんとコース？あ、もうこう、押しっぱで、全自動的な？全自動的な感じではないのか。全自動じゃない、半自動か。しゃがんで。簡単なゲーム。あ、でもなんか、これさ、当たったら食らうの。いてててててちょ、すごい破壊力、すごい破壊力。でもなんか、なんだろう、え？おー、なんかいけたわ。まあ、決して難しくはないけ、送って。あー、ちょっとミニゲームみたいな感じの要素が入ってるって感じなのかな。あれ、まあ、クリスマスにちなんだ、なんか、なんだ。おい、何をするこれ。ん？あ、違う、これで、なんか突破しようとしてたわ。こういうことね。なんかミニゲームの禁忌を破ろうとしてた、ずっと。なんかあれ突破できんじゃねえかな、みたいな。なんか特殊なテクニックで突破できるんじゃねえかな、みたいなって禁忌を犯そうとしてたわ。なに？カウントダウン。あ、レーススタートみたいな。あー、ミニスピラーみたいな。はい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 。でも簡単めの、危ない。ま、さすがにね、あれで死んだら、うわーいってなっちゃうから、あー、ジャンプ、かましいの、スターで、気持ちいい、あー、でも、映えコースだね。派手だ。続きましてね、簡単の、ナンバーワンコース。漢字が読めん、のこのこの一生。おあれ、なんて読む漢字力が飛ばしすぎて読めない、なんとかる、のこのこの一種。読み返るとかなのかな。あ、読み返るっていう。おい。あー、なるほど。これ見とけってことか。もう黙って見とけみたいな。切り替えて。はいはい。あー、これで合ってるっぽいね。多分これで合ってるっぽいが、ドヨーンって言って。バルツムガンゴン、ゼンゴ、ゲガバン、ブンズ。これもう何もしなくていいんだよね、きっと。あそこで、おーい、すごいなー。え？はい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 。あー、一個一個ね。一個一個連打で、これどけて、そしたらあいつが進んでって、あー、面白い。あいつが、でもどうなんだ？あの漢字が読めてねえのがデカすぎる。何が起こるかわかんねえ。あの漢字が読めてねえせいで。あ、これを通して、はいはいはい。これで、のこのこが、進めると。とりあえず、のこのこを進めていくゲームみたいなことっぽいよね。進めてって、こっちを進めてって。お、あの段差のこのこ超えれるんだ。飛んで、どうなる？ファイヤーを取る。どうなんだ、ファイヤー取ったら。ちゃんと音もするのすごいよね。赤くなった。決してファイヤーが出るわけではないが、これを運ぶと。見せた。はいはいはい。どうなる？こっからまだ進化すんのか？進化って言っちゃってるけど。え、死ぬんじゃない？え、死んだ！ダメこれ。おうおうおう、なんか。まだ続くのか？この子死んじゃったけど。あ、お墓ってこと。え？何？今の動き何？なるほどね。なるほど。のこのこがこう、復活したと。
ゾンビみたいな、骸骨、え、あそこ突破できるのか、どうにか。あ、できると。こっからまだ、え、まだ進化ある、まだ進化あんの、ノコノコが、でも、もうノコノコが主人公みたい、え、はいはいはい。これ進めていけば、まだ進化するっぽいよね。こいつの大きいのとかになるのかな。画面がずっともやがかってる。怖い感じになってる。ホラーゲーみたいになってる。命、おー、復活、あー、なるほど、緑キノコで命を得てと。面白い、面白い。すごいね、この子。え、ノコノコが、お前がゴールするのか、おー、なるほど。もう、ノコノコが主人公みたいな。あ、蘇るで会ってたんだろうね、きっと。調べろよって話だけどね。いや、いいコース。神コース。続きまして、難易度、普通のランキング1位コース。やっていきましょう。ケレスティアルスピード、スピード、スピードランなんだ !1 位にスピードランが組み込む。でも、難易度は、普通だから、さすがに簡単な感じではあると思うんだけど、あー簡単だな、確かに。おいおいおい、どこ行く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 、合ってる、合ってる、あ、ガガー、ここを突破して、やっぱり難易度は普通だからそんなに難しくないけど、派手だね、もう派手派手だ。誰だ、結構ギリーの、結構ギリーの、はいはいはい。なんでさっきダメだった、なんでさっきダメだったのか教えてほしい。旗は出てたけどね。はいはい。続きまして、難しいのランキング1位でございます。この辺から難易度が上がってくる気がするんだよな。やっていこうか。スノーボールスロー、ランロック40秒。なんか投げるっぽいよね。雪玉を投げて。あー、なるほどなるほど。あー、これを繰り返していいけど。グラム、なお、キョ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 、オッケー。これをここに入れて、これをやり続けると。なるほど。オッケーオッケーオッケー。あー、面白いね。なんか、新感覚って感じで。やべ、投げちゃった、投げちゃった、投げちゃった。絶対ダメー。これを、ここで投げて。これで変わるのか？あー、なるほど。入れて。オッケーオッケーオッケー。そんなめちゃ難しくはない。めちゃ難しくはないけど、地味になんか、いいぐらいの難易度って感じ。でも俺でもできそうな感じがする。入れて。これどうなる、どうなる。怖い怖い怖い。何をすればいいか速攻で判断しろ。あー、投げちゃったー、絶対違う。よしよしよし。速攻で判断しろ。速攻で判断してけ。すぐに判断しないといけないからな。しかも、間違って投げちゃうみたいなことが結構あるからさ。これは持ち続けて、ここで投げる。オッケーオッケーオッケー。持ち続けて、ここで投げる。C のところで投げればいいんだよね。見ろ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 。急に音楽。急に音楽コース。オッケー、いけた。いやいや、楽しい楽しい。なんか新感覚スピードランみたいな。スピランではないけどね、みたいな。変な顔。はいはいはい。ついにやってきましたよ。とても難しいのランキング1位。果たしてクリアできるのかっていう問題もあるけど、とりあえずやっていこうか。26ラン。ああ、うわ、違う、ミスった。委ねると、こいつに委ねて、投げて、投げて、飛んで、投げて、投げて、だんだん、あ、一個でいいんだね。一個でいいんだよね。叩いて、叩いて。あ、でもそんな難しくないんじゃない？あ、ガチか。あっちね。オッケーオッケー。で、こっち投げて、届くか？あぶねえ！うわあぶねえ！対応できてる？対応できてる？こっち投げて、こっち投げて、なんか、あー惜しい！上ね、オッケー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 。オッケー、タイムギリギリ、よっしゃ、何が違ったかわからんけどクリアできたぜ。あー、危ねえ、タイムがギリギリパターンだとは思わなかったぜ。難しかった、いいコース。はいはいはい、ということでね、終わっていきたいと思いますが、新年始まりまして、2024年、今年も枠をよろしくお願いしますということで、それでは終わっていきましょう。今年もよろしく、略して、ことよろ。